始まってんのかな。こんにちは。こんにちは。あ、一人来てくれた。一人来て、あ、二人、あ、二人。そう、実は今ゲリラでね、インスタライブをやろうかなと思って。すいません、急に始めちゃったんですけど、うん、あれ一人になっちゃった。一人一人あれあ、こっち5万す5万。今6万円。ええ、すごい、ゲリラでこんなに来ていただけるの嬉しいですね。いや、こんにちは。みんないるわけじゃないんですけど、あれ、あ、あ、2人だ。もういい。あ、3人もう映す、もう映す。この人といます。こんにちは、げんちゃん。DJ Travis Japan 松田源太。ちょっとやめて。え、そう、俺のアカウントだから。これダメなんですか。これ俺のアカウントです。他の先輩のアカウントで、これは。いや、いいよ。こんにちは、お疲れ様です。源太です。お邪魔しまーす。やば。こんにちは。こんにちは。だって源太、源ちゃんだ。あ、どうもどうも。うわ、すごっ。 TJ TJ Travis Japan 友達人だ。やめて、やめて。ダメですか。プライベートで出会ったのって、もうほぼ今日は、まあ、プライベートっていうか、いや、ちょっと山田くんが合間に。そう、ありがとうございます。今だって僕ドラマ撮影してきたんですよ。お疲れ様です。ドラマ撮影して、このあと1個もちょっと仕事があるんですけど、その間になんかどうしても源太が一緒にインスタライブやりたいって言うから、はい、なんか今日ちょっとねやろうよっていうことになって、山田くんが一緒にインスタライブしてくれました。え、これ、源太、山田くんソロのスクショタイム欲しい。いや、早くないですか。ちょっと山田たんの皆さん。え、早くないですか。源太も山田たんだもんね。もちろんもちろん、はい、同担ですよ。あ、ドラマ見てくれたって、子供たちと。 ありがとうございます。昨日7話ですよね。今度よかったって、昨日。ガチっすか。うん、嘘。え、何ジョークっすか。え、ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん見ていただき、ありがとうございます。うわ、やば、嬉しいですね。めっちゃ嬉しいです。源太さん、良かったです。だってありがとうございます。マッサマン元気かどうかは知りません。マッサマンに聞いてください。マッサマン元気です。え、これちなみに山田くん、ん、これも映っていいんですか。山田くん、ありがとうございます。でもこれ今まだ2人しか見てない。ちょっとこれちゃんとこっちでさ、そうっすよ、ね、言ってあげない。いや、そうっすよ。いいんすか、言って言ってよ。ちょっとあの、今日松田源太のインスタグラム解説しました。おめでとう、ありがとうございます。で、今ね、その源太のインスタ鍵かけてたんだよね。そうなんですよ。で、そっから今開けて、はい、こうやってインスタライブ同時に2つの携帯でやってるんだけど、はいはい、源太のアカウントまだ2人しか見てないので。そうなんですよ。皆さんフォローしてあげてください。フォローお願いいたします。ぜひぜひ。何ですか、どういうアカウントなんですか。これは、なんで調べれば出てきますか。あ、見せちゃえば。いいっすか、見せて。うん、見せちゃえば。これです。なんでですか、鏡先生。もういいから。鏡先生。ちょっと、これは一人に減った。あ、ちょっと、なんで減るの逆に。これです。このアカウントで。小文字で、近づいて。あるってます。小文字で、うん、TJ、うん、で、下の棒を、うん、で、源太松田アンダーバーでした。あ、アンダーバー、うん、で、オフィシャルです。オフィシャル、こちらのアカウントでやらせてもらってます。うん、あ、増えてきたよ。あ、来た来た。アカウント貼ってください。僕のあれで貼れるんですか。アカウント貼ってくださいって言われたんだけど、アカウント貼ってくださいってなんだろう。え、アカウントって貼れるんですか。これコメントで、これコメントで貼ってください。紙貼ります。なんでここで紙貼るの。おかしいだろ。え、下の子こういう形で一緒に誰かとやるのってないかも。俺マジっすか。あんまりいないかもね。めちゃめちゃ嬉しいんすけど。あ、確かに。ちょっと寄せます。はい、寄せてちょっと。ありがとうございます。あ、めっちゃ増えてる、一気に。お、いいじゃん、いいじゃん。ありがとうございます。なんでまたインスタ始めようと思ったんさ。いや、これちょっとあのドラマきっかけもあったんですけど、うん、まあ、僕の大好きな、うん、大好きなっていうか、まあ、大好きなんですけど、うん、尊敬も、うん、
してる山田くんとドラマを一回よどんだやらさせていただけるっていうこともあって、やらさせていただける、はい、で、これなんか、うん、やろうと思って、なんかこれを機にこれを機にこれを機にやろうって思ってやったんですよ。あ、それがきっかけだったんだよ。そうなんですよ。いろいろ今後もたくさんの方に、うん、あの見ていただけるなんかアカウントになったらいいなと思って。そうね、はい、で、どういうことを発信していくの、このインスタでは。まだ決めてないの、明確に。まだ明確には、はい、じゃあここでちょっと宣言してよ。宣言っすか、うん、え、まあそうっすね、うん、ちょっとどうしましょうか。逆にはありますね。いや、俺はない。俺のアカウントじゃ、俺はね、はい、そう、みんないつも見てくれて、うそうね、ね、あ、無事にこう230万人ね、こうフォローしていただけてありがとうございます。すげえ、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。本当にありがとうございます。え、そう、だから元太もね、いろんな、そうですよね、割とこう、仕事のことをあげる人とさ、プライベートのことをあげる人って、はい、結構分かれてると思うんだけど、はい、あんまり決めてないその辺は。あんまりこう、あの、言いたくない。いや、そんなこともなく、でも、うん、どちらかといえば、うん、プライベートの面を、うん、こう、見てもらいたいな。いや、誰も興味ないのに。なんでなんですか。なんで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 すか。まあ、そうだよね。はい、あんまりこう、トラビスのプライベートって、はい、ゲンタオンリーのプライベートを見せる場って今までなかったでしょ。そんなないですね。いいチャンスじゃないじゃん。そうなんですよ。ね、それこそ、あの、うん、ドラマの撮影中、うん、何話か忘れちゃったんですけど、あ、あのパーティー会場のシーンあったじゃないですか。あと6話かな、6話の、うん、なんかその間にもちょくちょく相談したんですよ、山田くんに、うん、こっちも見たよ、あ、こっちも自分のアカウントね。で、山田くんに相談して、うん、ちょっと開こうと思ってるんですけどっていうのを相談したんですよ。で、いいじゃんいいじゃんっていう、なんかいろいろアドバイスくださって、で、こうやって今日なんていうんですか、タイミングがあったタイミングで開こうと思って、ね、うん、やれたんですよ。なんでなんですか。そのさ、口癖が確か、はい、なんでなんですかってよく言うけど。まあ、じゃあちょっとコメント拾っていく。はい、ゲントはゲントのさ、ゲントの方さ、アカウント開いて、みんな信じられる、山田がインスタ教えてるよ。来た、なかなかないよ。俺も何も、だって何も分かんないからいつも怒られるんだよ。怒られるんですか、うん、また間違ってるでも俺もみんなに教えてほしいですね、うん、うわー、普通に嬉しいです、この一緒にインライやっちゃってんのは、うん、健太くん更新できますか。更新しますよ、ちゃんと自分でやるんだよ。はい、あのストーリーとか。そうですよね、ドラマ始まる前とかもさ、確かにみんなに見てほしかったこう書いたりとかさ。そうですよね。そしたら山田くんとのツーショット写真とかも、うん、もしかしたら、うん、絶対無理。なんでなんですかそれ、見つれ届けられる可能性ある。サングラス反射してる、ね、場所バレちゃうのかこれ。こうすればいい。あ、うわ、反射心配しても大丈夫だよ、だってスタジオだもん。確かに、別に俺は場所バレてもいいですようわ、フォローして、うわ、やば、嬉しい、うん、よかったね、ありがとうございます。ククニキだって。そうなんですよ、ククニキ。ククニキって言われたの。ククニキって、最近はあんま薄れてきましたけど、うん、ニノさんで、あ、フーマだろ、そんなこと言って。あ、そうです、フーマ、だいたいフーマだよね。ククニキになりました。ククニキはクク言えるようになったの。ククだいぶ言えるようになりましたよ。ほんと？ガチっす。じゃあ7の段行こうか。7っすか、うん、7以外って何？7以外ってじゃあ8の段。8っすか、うん、いいっすよ。マジで言うようになりましたよ。お、いいよ。81が8、うん、8216、うん、8320、うん、8535、86、8642、87、48、873。おお、すごい、全部言えてる。そうっすよね。完璧だよ。そうっすよね。完璧だよ。いや、なったんですよマジで。へえ。教えてくれるんですよみんな。あ、みんなが。はい。そう、32とか言ってたけどね。
32人ないですか？32人八野さんで、はい、本当 あるかあるよね。山田くん言います？くくは俺は大丈夫です。え、ちょっとこれ検証した方がいいんじゃないですか？いいですよ別に。本当ですか？はい。じゃあだって足し算だぜ。いやいや、掛け算って言ってるじゃないですか。いやそれだって、いや足していけばいいだけだから。あ、そういうことですか？そう、だってさ、8をそこかけてってさ、はい、32ってある？ちょっとごめんなさい、どこにあるか分かるって。その、8の段の中には、うん、32はどこにあるか分かるって。その隙間にはいるはずです。隙間には隙間にはどこにいるか分かんない。はい、そのウォーリーを探せ的な感じで。81が81が8、8に16、8、3、24、8、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 4、
っすね。隙間隙間スイッチさんでしたこれ。隙間スイッチさんじゃない。隙間スイッチさんで、アーカイブは残します。残します。皆さん、ちゃんと残るのでぜひぜひチェックで、見れなかったよって友達の方とかいたらね、まあ、ゲリラなんで。そうですよね、急に始めたからね。すごい。てかそうっすよね、お昼、うん、お昼じゃない、お昼、夕方5時前ですから。5時前ね、こんな見てくださって、すげえ嬉しいですね。ありがとうございます。うん、健太さん、ありがとう。相方先輩してる山田くんは先輩ですから。はい、意外と俺現場でちゃんと先生してるよね。ちゃんとっていうか、もう普通に先生ね、頑張ってますよ。皆さんが心配してるかもしれませんけど、でもあれっすよ、この間ご飯、夕食かどっかのタイミングで、うん、カレー出たじゃないですか。カレー出た。はい、カレーと牛丼がなんか確か出て、うん、でそのカレーお山田くん最初食べてたんですよね。うん、食べてた。じゃあ急になんか、そんなこと言ってない、言ってないで、はぁみたいな。いや、もう涙目になったんですよね。やってないで、え、なんかどうしたんですかみたいな、その生徒役の子たちとかスタッフさんとかも、え、どうしましたみたいな、辛い。いや、めっちゃ辛かったよね。でも、俺もその後カレー食ったっすけど、うん、言うてのえ、でも元太もなんか辛い辛いって言ってたよね。でも食える辛さ、僕も全然辛いのあんま得意じゃないですけど、うん、あれはいけたんですけど、うん、あれ結構辛かったっすか。辛いよあれは。本当っすか。うん、普段どういう辛さでカレー食ってるんですか。甘口。なんだよ。いや、俺甘口しか食えないんだよ。ふざけんなお前。言わなくていいんだよ、そんなことは。ほら、みんなフォローしてくれてるよ。ありがとう。マジでありがとう。マジでありがとう。ありがとうございますでしょ。ありがとうございます。マジでありがとうございます。マジでありがとうございます。やば。うん、辛いの嫌い、嫌い、嫌いじゃないですよ。辛いカレーと甘いカレーだったら甘いカレーの方が好きだよってだけ。辛い。ふざけんな、お前。ね、敬語ダンスって何？敬語ダンス？あ、なんかトラビスにあるわけじゃなくて。え、なんだ敬語ダンスか。なんだよ敬語ダンスって。え、みんな敬語ダンスって何ですか。敬語ダンス教えて、みんな。元太が踊ってくれるから。おお、はい。え、な、え、え、敬語ダンスってなんだ。なんだろう敬語ダンスって。あ、7話の講師のダンスだよ。そう、何でお前こんな熱くやってんの。チンプル熱くて熱い。ほんと。え、あれっすよね。いただく、召し上がる。ほら、かしっかで、おいしくせー、いただく、召し上がる。いただく、召し上がる。これでね、この人歌詞つけてたのよ。すいません。君との日々であったこの奇跡、君との日々であったこの奇跡。これ現場でやってんのやばくない。マジで。
でもあれ楽しかったっすよ、あの撮影。楽しかった、あれは楽しかった。そうですよね。しかも山田くんの、うん、あのキレが、うん、あの尋常じゃないキレでしょ。違うんだ、だってさ、あれさ、台本にさ、めちゃめちゃキレキレでって書いてあった。書いてさ、何そのオーダーと思って。キレッキレの、そう、キレよくやる、やった方がまあいいんだろうなと思って。あのは面白かったっすね。2人の MBTI 知りたいです。 MBTI って何でしたっけ。あのなんか あれだ、あの性格診断みたいな。そう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 、なんかやった。でもやるけど結構、あ、トラビスがやった。何だった、覚えてないですよね。まあでもなんかちょっと なんとかの何型みたいなさ。そうっすよね。ちょっと難しいんだよな、あれな。あ、なんか緑の服着てた気がするんですよ。見て、服、え、在宅タイプ。じゃあ見せて見せて見せて。俺がやむ。待って、今何を在宅って言うんだろう。どれ、どこに書いてあるの、名前の。これ性格タイプ。あ、性格タイプ。性格タイプをこの人在宅タイプって言うんだ。え、これ言っていいの。え、このアルファベットがそう、 ENFPA。 おお、俺 ENFPA、 FPA、うん、なんですか。ダクタゲンダ ENFPA、 これが何か分かんないけど。そうなんですよ。これもすっごいゲンダすっごい笑ってるの、写真。すっごい笑ってる。ENFP の A だったよって言ってくれます。みんな知ってんじゃん。確かに。あの子は。ちょっと今度山田くんも何か調べましょう。あ、俺いい、そういうの。じゃあ僕勝手に調べます。なんでな。勝手に調べられないでしょ。俺が答えてくれる人だったり。あ、そうか。あ、俺は山田くんではないから。そう。だから元太は元太しかできない。あ、そういうことっすか。そう。あ、じゃあ、今度ドラマの合間でやる？やりましょう。やってみるか。はい。ものそう。あ、そうね、龍河も出てたね。あー、出てました。うん、でもね、俺龍河と同じシーンがほとんどなくて、あの最後にあのクズ男が逃げてく姿しか俺はほとんど見てない。あ、じゃあね、カーテンから登場して。そうそう、喋った。玄太、喋りました。何喋ったの。最近どうみたいな。うわ、すっごい、なんか喋ることがない人が喋るやつだ。あんま絡みない。今までほんとそんなにがっつりはなかったんですよ。そうなんだ。でもなんか、お久しぶりですって龍河が来てくれて、うん、あ、久々みたいな感じで喋って、うん、なんかがっつりっていうのはないんだ。はい、そう、そんな感じだったんですよ。あ、じゃあもしその MBTI MBPTI も学校じゃないですか、それ。それ PTA だ。あ、PTA だ。俺もよく分かったと思わない。やりました、うん、やりました、ね、やりました。何もやってないんだよ。あ、そう、ケミオくんもいましたもんね。あ、ケミオさんね、いたね。はい、写真あげてましたよね。写真あげてたし、はい、多分ケミオさんも、あの、多分なんか自分で言ってたかと思うんだけど、はい、平成ジャンプのデビューライブで後ろについて踊ってたらしいんだよね。マジっすよね。あんなでかい子いた。当時から。いやー、目立つと思うんだけどね。その時、まあ自分たちのデビューライブっていうのは多分、まあちょっと緊張して周りが見えてなかった。まあ14歳ですからね。あ、うん、っていうのはあると思いますけど。結構いましたもんね、そういうこと。いっぱいいたよ。そうっすよね。そういうのを見て元太も入ってきてくれたわけでしょ、だって。いや、そうですよ。だって一応お客さんで、それも。そうだよね、見てますもん。の山田くんと今、うん、引退しちゃったりしちゃって、しちゃったりしちゃってね。はい、やばいっすよ。でもこれからは一人でやってくんだぞ、はい、そうっすよね。そうだよ。ちょっとファンのみんなが喜ぶ写真とか、はい、新しく、ね、こう世界で発信されるわけだから。確かに。そうっすね。うん、なんか面白い、みんなが見たくなるようなコンテンツにしなきゃいけないよ。そうですね。うん、ちょっとこれはもうファンのみんなと、うん、逆になんかこういうのやってったらいいんじゃないみたいな会議開くのもありってことかね。あ、じゃあ、はい、
今思いつきで、はい、僕のアカウントで見てくれてる人も源太のアカウントで見てくれてる人も、はい、源太にこんなことやってほしい、こういう写真あげてほしいみたいな写真募ります。今おネックレスをこのティファニーでーす。いいでしょ、かわいいっすよ。フレンズだから、かわいいっす、フレンズだから俺。フレンズっすか。フレンズ強いっすね。でも写真嬉しいっすね、うん、もし何かあれば、ついでに山田もこんなのやってっていうのがあれば、お、ね、今募りました。こんなの俺初めてよ。写真マジっすか。だって自分があげたい写真あげるだけだからさ。あ、なるほどっすね、うん、山田さんとのツーショットこれは無理ですね。なんでなんですか。ちょっと早くないですか。キャラ感いや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 、そこはフレンズでいきましょうよ。なんだ。あ、先輩後輩との絡み写真。おー、あ、草壁と撮ってほしいって。あ、草壁と、うん、砂田くんね。あ、そうだ、砂田くん。しかも俺劇中で金指って名前お前なんか使われてたら間違えてますな。まんまでした。あ、でも全身タイツっていうのもある。え、そんなんありました。いや、もう本当に。あ、マジですか、うん、ガチじゃないですか。あ、山田くんですか。俺じゃないよ、源太の角っていうか。あ、そういうことですよ。なんかね、え、ま、え、まだ写真あげてないんでしょ。まだ開けてないです。じゃあ1枚目全身タイツ。あ、開けてます。開けてんのかい。そうだ、こうやって、うん、TJ ポーズした手だけを開けました、うん、あ、手だけなんだ。そうなんですよ、実は。あ、そうだ、ん、これです。あ、なるほど。あ、これじゃまだちょっと分かんないわな、ゲンタの、まあ、そうですよね、ね、アカウントだっていうのは。そうなんですよ。オフィシャルって書いてある偽アカウントみたいな、ね、実際あるしね。まあそうですよね、うん、で、しかもまだ準備ちゃんとしきれてなくて、うん、アーシャなんですよ今。うんうんうん、アイコンが、うん、だこの写真もなんかいい感じの撮れた時には変えれたらいいなと思ってるんですよ。あ、これを変えたいんだ。はい、まあみんな知ってる写真だしな。まあそうですね、まあ、俺もそうなんだけどね。あ、これですか。俺もそう、インスタ用じゃないというか。あ、これ山田君ですか。いやいや、俺のアカウントなんか俺でしょ。あ、まあそうっすよね。いや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 、そうっすよね。俺もでもね、変えたいなと思ってる。あ、いいじゃないですか、うん、あ、ビリスク生徒と結構あれ、マッサマンとマツダマンとかね。あー、マッサマンと、うん、でも確かにオフショットとかね、はい、バラエティ番組とか結構出てるから、なんかそれの、はい、なんかね、確かに、うん、オフショットとかも上げれるし、届けたいっすね、うん、みんなで TJ ポーズ。あー、みんなでってどこのみんなの確かにどの、うん、ビリスク生徒で TJ ポーズも。ああ、確かにね。ふうまくんとげんたくんってのも多いね。ああ、ふうまくん、あ、みんな仲いいの知ってんだ。はい、うん、ふうまくんもお世話になってるので、うん、でもふうまの悪口ずっと言ってたよね。どこでどうやって言ってたんですか。そんなの怖すぎるっすよ。ちょっと全国配信で。全国じゃないです、これ。あ、全世界で。あ、全世界で。そんなの一口も言ってないじゃないですか。一口も一言もな。一言も、うん、いや、山田くん逆にいるんですか、うん、なんかなんていうんですか、絡む人っていうか、あったりする。プライベートで、はい、ミッチーぐらいかな。ああ、そうなんですね。ミッチーとご飯たまに行く。はいはい、この前も行ったな。おえー、そう、そこは撮んなかったんですか、写真は。どんな、撮んないんですね。写真もほんと撮んないんだよね。そうなんですね。じゃあ俺ちょっとみんなにここでちょっと山田くんには内緒でドラマの現場の時に山田くんとツーショット撮ってあげます。山田くんには内緒です、これは。これはもう極秘で作戦練っていきます。目が怖い。極秘いきます、これは。目が怖い。おー、ピンボケするからだって。近づきすぎると。そうですか。確かに俺も確かにこうやって注意してもらって成長していきます。そうだね。はい。健太君面白すぎ。あ、ジャンプにいないタイプで面白い。おお。確かに。またちょっと違うかもね。その八乙女さんともなんかちょっと違うタイプのおバカさんだから。光君。うん。光は光でね、なかなか面白いタイプの人間なんですけど。光君ハッピーですよね。うん。メンバーと撮ってっていうのもいいね。あー、メンバーですね、うん、メンバーも全然撮ります。
お、てかもう普通にこうやってこの、なんていうんですか、んこの絵を眺めて今飲めますもん、俺。なんで？え、だって俺嬉しくないですか？いや、俺はもう元太の感情は俺はわかんない。マジっすか？ちょっと俺は俺は、いや、俺も嬉しいっす。ちゃんと、はい、それは良かったけどさ、ガチヤバいっす。でも元太とも飲み行きたいよねって話してんだよね。そうなんですよ。なかなか元太が忙しいから。いやいや、何を言ってますか本当に。いや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 、今だって見ない日ないで。いやいやいや、仕事ちょうだい。いやいや、そんな後輩から松田マンあたり奪っていい？逆に松田マンやってくれるんですか？あ、これもいやいや、ドッキリ GP のスタッフさん見てたら。あれ見てない見てない、来ますよ。絶対見てない絶対見てない、大丈夫。あれ着ると、うん、スタイルゴリ悪くなるんですよ。なんで？あれなんか、なんか手足短くなって、うん、スタジオでもいじり倒されて、そのネットのコメントとかでも、うん、あれなんか松田マン手足短くない？みたいな。違うんだよね。だからスノーマンがさ、はい、その向井もそうだけどさ、はい、みんなスタイルいいからさ、そうなんですよ、横並ぶとさ。そうなんですよ。だから大体の人きついよな、スノーマンの横。やばいっすね。スノーマンってでかいよな。でかいっすよね。うん、なんか長いし、それとだから元太が190センチあるから、うん、スノーマンって5メーターぐらいの、マジで。はい、これマジで。みんなマジ、これマジな話。190でも大きいじゃん俺ら。でインタローはだから7メーターある。え、あの西谷ね。ああ、西谷、そう。リンタローつって出てこい。西谷で覚えてる。西谷で今覚えてる。え、言える？いや、もちもちもち言いますよ。あ、本当？いいよ、言える。じゃあ、はい。今その校長の娘いるじゃないですか。はい。のフルネームわかる？あ、もうこれマジでわかります。東堂ゆきみ。おお。の、おの。悪い、その。そうちゃんね。はい。そうちゃんの名前は、城島優。これはもう復習しましたから、あの番組を経て。あ、じゃあ誰が難しいんだろうな。もう全員もうこれはもう。あ、じゃあ木南さんの、はい、名前。え、木南さんの名前。うん、木南さん役名です。役名、先生の名前、先生だからね。ど忘れしました。ですね、絞り出そう。そうですね。あ、来ました来ました。もう聞ける？あ、来た来た来た。もう、セリーザは、うん、セリーザはイチカ先生。おお、言えるんだね。言えます言えます。さすがにか。で、鏡るるレイさん。お前ちょい俺のことルイって言うよな。ルイじゃないの。言えちゃったか。そうなんですよ。じゃあドラマ終わるまでに全員覚えて。あ、わかりました。生徒ね、生徒さん、生徒覚えて。そうっすね。プロデューサーの名前覚えてるよね。プロデューサーさん、あ、覚えました。二人いるじゃん、うん、はい。あ、俺と同い年のね。はい。あの、じゃあこう話せん時に間違えた竹下さんの方は、うん、庄島さん、うん、ですね。もう一方は、もう一方は、うん、山田さんですよ。これ本当にやばい。見てるんじゃない？これガチでやばい。 もしかしたら見てるよ、この二人でやってるからわかんないけど。やべ、すいません。そうっすよね。山田くん、山田さん、あれ、絵です。絵っすか？絵ですか？絵、山田さんみたいな、そのお父さん。あ、そうね、ニュアンスはそこら辺にいるから。そうですよね、うん、山田さん、え、山田さん、ん、山田さん、ん、山田さん、惜しい。マジっすか、マジっすか、マジっすか。惜しい。え、惜しいじゃダメなんだよ。確かに。え、うん、あ、終わりました。ん、エバラさん、うん、エバラさん、そのタレじゃなくて、じゃなくて、あれ？でも
バまでやってるよ。あ、マジっすか。うん、あ、来た。ん、エバナさん。正解。よし、よし。いや、大変お待たせいたしました。いや、エバナさん、しっかりしてくださいよ。すいません、これ、うん、エバナさん。エバナさんですからね。そう、そうだそうだそうだ。しかも、これ、うん、この間もなんか、うん、なんか言ってたよね、現場で。そうっすよね。うん、言ってた。記憶力が本当にやばいんすよね。よくだからセリフ覚えられるよね。だから噛まないじゃん。いや、うん、いや、でもどうなんですかね。噛んでないよ。なんかイメージないですか。うん、イメージないです。え、てか逆に山田くん、うん、なんかめっちゃ噛んでる今回。でもなんか、うん、なんか大きいのはないじゃないですか、なんか。でもそもそもセリフ量なんかえぐ、確かに、ね、えぐくないですか。鏡すっごい喋ってるよね。あれどうやって覚えてるんですか。俺大体行きの車だったりとか。マジでやばいですって。行きの車でなんかあの量、その分かるんですか。俺ら台本見てるから、うん、なんだこれってなるよね。はい、確かに4話はやばかった。4話のクイズのとこ、クイズ。俺あれ最初テロップで、うん、テレビに、うん、竹中との勝負の時に、うん、目の前にあるテレビに映し出してると勝手に思ってたんですよ。あ、モニターに。モニターに、はい、うん、でそのために出してんだろうなって、うん、逆にそうであってほしいなってぐらいのセリフ量だったじゃないですか、うん、ちょっと俺ノーヒントなくて。そうや、覚えましたよ。え、ガチでやばくないですか。マジやばいっすよね。いやいや、でもみんなやってますからね。でもね、いやでもなんかもうよくわからない日本語かどうかも本当にマジでそう。なんとかジュールとか俺行ったことないもん。知らない。っすよね。いっぱい調べました。まあでもね、そうやってみんな頑張ってるんで、ぜひぜひ B4 スクールの方も見てください。毎週金曜日です。はい。お願いします。昨日ね、元太が、あ、そうです、頑張ってるシーンもありましたんで、はい、見逃した方は TVer で、ぜひぜひ見てください。見てください。お願いします。お願いします。あ、クイズのとこって一発成功して、一発どころか俺一回も噛まなかったんですよ。一回も噛まなかったっす。一回も噛まなかったじゃん。ん?4時間ぐらい巻いて。あ、そうだ。そう、あの日巻超巻いたよね。すごかったっす。ね、噛む前提で多分。ああ、スケジュール踏まえて。めっちゃありますね。ガチですごいっすよね。現状3分しかつってない。あ、そうそうそう。いや、マジで。でもまあ、尊敬です、本当に。だから5月、8月の今日が17ですか。17ですね。元太の解説日ですから。そうですね、うん、覚えておいてください、ちゃんと。817です。知ってるこれ、フィルターとかできんの。え、知らないです、教えてください。俺もね、忘れちゃった。どう言ったんだっけ。あ、これ、これで選ぶの、これ。お、すごっ、うん、こっちもやる。同じやつでいい。お、どれでも押したらなるか。おすすめ何ですか。おすすめ、こんな、これ何、何え、これ一緒ですか。ん、一緒だよ。おい、すごっ。そう、こうやって遊べんだよ。え、めっちゃ楽しいじゃないですかこれ、うん、なんかふざけたやつもいっぱいあるんだよな。マジっすか。ふわ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 だな。うわ、なんかエモい。ん、ほんと、なんかエモい。な、なにそれ。めっちゃエモいですか。すごい。俺のないんだけど、それ。え、これか。あ、ちょ、あ、え、よりエモくないですか、なんか。なんかこれカップルチャンネル始めちゃいます。いない、緊張だ。またカップルチャンネル始めなきゃいけない。え、すごい、これ。こういう遊びもあるから、一人でやるときとかはめっちゃいいっすね。俺結構やったりする。あ、いいっすね。俺もやります、うん、でもなんか俺あんまセンスなかったりするから、まあ、言われる。言われるんすか。なんか変なのってめっちゃ面白いっすね、うん、いや、今日は多分平和なインスタライブになってると思う。俺のフォローをしてくれてる中では。あ、なるほどっすね、うん、俺結構ね言っちゃうからね。あ、そうなんすね。うん、もうプリッと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 かどうか分からない。僕ももう、うん、山田君見習って、もう、うん、もう
プリプリッとプリプリッて、はい、お互いにこう言い合うみたいな、うん、あのそれじゃ喧嘩になっちゃうか、うん、喧嘩はしちゃダメだよ。そうっすね。コメント欄とかどうやって消すんでしたっけ。コメントするでしたっけ。どこを消すんでしたっけ。確かに覚えていかないと。はい、じゃあ現在行っていきますね、うん、消すなよ、間違えた。確かにちょっとこれ本当に間違えたらごめんなさい。どうですか。コメント、あ、やべ、俺ルール説明読めないんですよね。ルール説明、はい、こういうルール説明系。え、固定した自分のコメント、あ、これか、コメントするんとこ、あ、コメントするのちょっと、あれ、え、むず、これどれを、あ、これか、こっちか、あ、こっちか、あ、これだ、これを押して、あ、来た、コメントありました。おお、これで来た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 。じゃあまず元太の方から。あ、イエーイ、なんか風船出てきたって。なんで、え、ピースしたから。あ、すごっ。え、他なんか出るのかな。え、なんかありそうじゃないですか。なはははは、知らなかった。すごっ。こんなポーズ取んないからだ、ほら。え、しかもなんで山田くんのだけにしか、あ、来た、え、すごい。なんも出ない。俺のダサポーズには何も反応しない。なんだこれ。あ、まだないですか。んこれは、これ、ワンちゃん絶対で、流行ってもちょっとお願いします。クソが。プリッて言ったプリッて言った。わ、すごい、メガスクショ。ヤマハート何にも反応しない。ヤマハートっすね。これめっちゃ楽しい。ちょっとちょっと分かんないことあったら俺に知らない方がいい。絶対スタッフさんに聞いてもらう。俺よく間違えるから。本当にマジっすか。本当に間違えないよ。ゲンタ半笑いしたな。え、半笑いって書いてある。半笑いっすか。うん、ヤマハートでですか。わかんないけど。え、あ、ハンマー投げですか。なんすか、ハンマー投げって。あ、一人になっちゃった。終わった。終わった。いろいろあるんだって。グーとかやるといっぱい出たりとか。あ、そう。指だと思ってない。マジで何言ってんの元太って言われてる。でもまあ時間もね、そろそろ。そうですね、終わらなきゃいけないんで。ありがとうございます。すいません、ゲリラで。すいません、ありがとうございます。急に始めちゃって。いや、てか改めて山田君もありがとうございます。本当だよ、お忙しい。これもう本当だって言ってるけど、優しいじゃないですか。だっていつもマジで言ってるから。いやいやいや、終わった後ボコボコにする。ああ、終わった。積んだ。積んだっすな。まあでもね、元太が解説したということなので、ぜひ興味がある方は覗きに行ってあげてください。ありがとうございます。はい。ちょっとこれからもドラマでも、そうだね、続くと思うので、よろしくお願いします。ビデオスクール見てください。見てください。見てください。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。